どうもネクラです。今回も荷物が届いたので開けていきます。これはついさっき届きたての荷物ですね。おお。よいしょ。いい感じの梱包。表紙の方にタグがついてる。すごいかわいい。こちらです。これは通販で買ったからタグがついてるのかな。この2つを2冊ずつ購入しました。すごい高級感。なんかネットで見るよりもすごい好き。ネットで見た時はそこまで好きじゃなかったけど、やっぱ買うべきだね。2冊ずつにしてよかった。すごいなんか高級感がある。ロルバーンだけど、なんかすごいロルバーン以上の高級感がある感じがする。で、こちらの説明をします。もともと東京美術館で4月16日から7月5日まで、ボストン美術館展みたいなのをやるはずだったんですよ。その芸術と力っていうのがあるはずだったんですけど、コロナで中止になったので、展示会自体はね、もうね、中止。もういろんなのが、この後もう組んであると思うから、もうこの展示会自体はもう中止で延期もしないんですけど、グッズはね、すでに作ってたと思うので、オンラインショップで買えることになりまして、5月15日から日テレ屋ウェブで買えることになって、そこで購入できました。で、ロルバーンはこの2種で全部です。1冊800円プラス税金で送料が815円です。じゃあ説明しながら見ていこうかな。まず、こっち。かわいい。見てこの箱押し。すごいかわいい。あ、タグもこっちにちゃんとついてる。ボストン美術館アートパワーって書いてある。あ、ちゃんと書いてある題名が。です。これ多分ね、日テレ屋ウェブで売るためにここにバーコードをつけたんじゃないかな。で、ここにも書いてあるんですけど、この絵柄は、キビの音と日東絵巻っていう絵巻が元で、日本の12から13世紀ぐらいの絵巻で、この、この人がキビさんっていう人で、遣唐使で唐に渡るんですよ。で、唐でいろいろするんですけど、こっちの人が安倍の中丸さんっていう鬼になった人で、この人助けながら二人で、なんか、していく絵巻のワンシーンです。本物見たかったよね。リングはシルバーですね。で、いつものバンドで。すごいシンプルだけど、ここが虹色の箔押しなのはすごくいいですね。で、もう一個。こっちが平治物語の絵巻です。これ剥がしていいかな？なんか見、ここが見えないのは違うな。おいしょ。こんな感じ。箔押しは金ですね。すごいかっこいい。リングもピンクゴールドと金の間みたいな感じかな。かわいい。で、これは、これ平治物語絵巻しか書いてないや。で、この絵は三条土の幼稚の巻の絵ですね。13世紀後半ぐらいにその平治物語っていう絵巻が何個か成立したんですけど、15巻ぐらいあって、でも今は3個とちょっとちらほら欠片があるぐらいしか残ってなくて、で、ボストン美術館が所持しているのがこの絵ですね。で、この建物だけを表すのかがわかんないんですけど、三条殿っていう場所を夜に夜襲してるんですよ。だから、夜討ちっていうのは夜の仇討ちみたいな、仇討ちではないけど、だから燃えてるっていう絵ですね。これは本物見たかった。ロルバーンネットでこれ見たときはそんなに欲しくないから一冊でいいかって思ったけど、通販だからもう一冊買ったんですよ。実際
見てこれぐらいすごいなら本物で見たかったですね。本物はもっと迫力がありそう。ここで切れてる馬とか気になるし、見たかったですね。まあコロナなので仕方がない。誰も予想はできなかったしね。まあ見れる機会があれば見に行きたいですね。今回の動画はここまで。すごいいいロルバーンですね。すごい気に入った実はこれ以外にも紹介していない美術館の動画があるので、そのうち紹介します。ぜひぜひ楽しみにしてください。バイバイ。